花ぴょんさん、パパさん、こんばんは。昨日お盆には早いのですが、今日お墓の掃除に行ってきました。ご先祖様が藩主だったので、近所のお年寄りや未だに私たちを見かけるとお墓に来てくれます。ありがたいのと、母も喜んでるんでしょう。涙が出た、出そうでした。素晴らしい、ご先祖様持ってらっしゃる。まあ、藩士さんだって言ったってさ、嫌われてる人いますからね。悪代官だったりなんかするかもしれないじゃないですか。でもそれだけね、今でも慕われてるっていうことはね、さぞやね、素晴らしい藩士さんだったっていうふうに僕は思いますのでね、大切に大切になさってくださいね。もったいないっていうか、まあ、羨ましいです。本当にね。本当に、羨ましいです。バーヤンさん、パパ友さん、去年の夏から家で気配を感じます。気のせいか。去年の夏から、気配を感じます。なんだろう。思いの強いご先祖様が近くにいらっしゃるか、お近くでなんか悪い方に考えるとしたら、事件や事故というようなものなかったですかね。そういったものがあって、そこの場所から、線を引いたところにお寺さんですとか墓園ですとか、そういったものがあると、お化けさんがそっちに通りかかる通り道、いわゆる霊道になってしまうことがありますので、そこら辺ちょっとお調べになった方がいいと思いますよ。そして一番何よりもね、気配を感じた後に、こう、例えば体調を崩す方が出てきたり、ちょっと、不幸っていう言い方をするとおかしいですけども、よろしくないことが起こりがちになる、気持ちが沈みがちになる、そういう現象の場合は、ご先祖様とは覚えないので、ちょっとね、お家を清めをしたり、あとは、森塩などをして、ブロックなさった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。でございます。ゆりこさん、パパさん、こんばんは。いつもありがとうございます。もし、常にお答え済み出したらすいません。先日動画に上げていらっしゃった病院の若いお医者さんはどうしてトイレに居場所をされているのですか？先生が、あの病院でお過ごしになられてた時というのは、あそこはトイレではなかったんですよ。まだ建て替えて3年ぐらいしか経ってないのでね、それ以前にあった場所、それがその先生が、お仕事をなさってた場所だったんですね。そこの場所が今、たまたまトイレになっているということで、トイレに好き好んでいるわけではないです。あの先生には全く別の世界が見えております。おそらく戦後担当の、審査室という室があったのかもしれないですし、勉強なさってたね、教室であったのかもしれないです。研究室であったのかもしれないですけどもね、そういう世界が、あちらにいらっしゃったっていうふうに思ってください。でございます。パパさん、質問させてください。お化けのお悩みとはちょっと違うんですが、神棚の祭り方の仕方って決まったやり方、作法があるのでしょうか？地元では旧暦の元旦と15日にご飯やお酒、お線香を供えます。私はズボラなので、全然できておらず、いつも神様に手を合わせて謝ってばかりです。神道に、神社によっての、例えばお水ですとか、お供えするところのお皿の位置まできちんと決まってるところはあるようでございますね。神棚をお祭りになって、ご本尊様をお祭りになるときに、神社さんに伺ってみる、一番いいと思いますよ。
榊を備えた方がいいところもあれば、榊がいらないところもございますのでね。それはやっぱりご本尊様、お供えになる、ご尊尊様、ご本尊様、ご尊尊様じゃないですよ。ご本尊様ね。得意の噛んじゃったりなんかしてね。ちょっと飲んでるんですいませんですね。によって違ってくると思うので、ちょっとお伺いした方がいいと思いますよ。でもいずれにしても手を合わされてるってことね。それが何よりでございますからね。そこを一番大切になさっていれば大きなブレはないと思いますよ。はい。スモールベイさん、ポポさんこんばんは。毎日配信お疲れ様です。いや、とんでもないですよ。私の夢のことなのですが、すみません。夢で自宅前の山の中を散歩していて、山から降りて自宅の玄関前に、着いて空を見上げると、空に大きな入り口があり、その中に立派な空中の町がありました。不思議で、不思議に思い家に入ろうとすると、山から幽霊が来たので、怖くなり急いで、床に走りました。その直後に目が覚めて、腕と足が痙攣していました。不思議でした。ねえ、スモールウェイさんも若いのにさ、いろいろな経験を夢の中でしますね。なんだろう。さあぞや前世さんの力っていうか、重なってる魂さんの力が強いんでしょうね。多分ね、お若い分だけなのかもしれないですけど、アンテナがねビンビンに立っちゃってるのかもしれないですよ。だお疲れにならないようにしてくださいね。お疲れになっちゃうとさ、睡眠障害とか起こしちゃうとしれないので、その夢を楽しんでください。はい。バーヤンさん、事故物件と後で知りました。奥嫁とか知ってたみたいと思います。体調も、崩し気味です。ありがとうございます。ちなみにチャットの使い方が分からず何度もすいません。本当にありがとうございます。ちなみに昔から感じやすいから余計かもしれないですね。いやいや、そんでもないですよ。バーヤンさんもちゃんとチャットできてますよ。ちゃんとチャットができているってね。なんか変なダジャレっぽいですけどね。伊藤さとみさん、病院のトイレの椅子さんはきっと家族が成仏を望んでお経をあげたりお墓参りをされている。家族の思いは届かなく成仏できないのは、ね、成仏してますよ。とっくの昔に成仏してます。念が残っているだけです。そこにいらっしゃった時の、彼の志がそこに残っていらっしゃるっていうことですね。なので見事だなっていうふうに僕は思ったんです。彼の思い、彼の念ね、生きている時の思いの強さ、頑張りきれずに戻らなければならなかった時の悔しさとかね、そういったものが全てあそこに残ってしまったっていうことが無念だったっていうかさ、そういう思いがあそこに残ってしまったっていうふうに思ってください。ちゃんと極楽浄土に行って、きれいさっぱりと流されてね、彼女さんなり親御さんなりのそばにちゃんといらっしゃいますよ。